焦げつけちゃって完全に不審者でしょ。それしちゃう？あれはいつだっけ、アキラ？そうですね。あれは私がある事情でヘルメットをかぶって男子校に通っていた頃ですね。だから俺はもっと強くなりたい。やらなくちゃいけないんだ。私が勝負して鍛えてあげる。さあ、遠慮なく語ってきて。話してるとなんだかムズムズしてきちゃったかも。久しぶりに。どう？今日は女子会なのでは。だってもう伊吹とはしちゃったんでしょ。私ともやろうよ。近いですわよ、さくらさん。はじめまして。こちらこそはじめまして、アキラさん。伝説の総番長風間大吾さんの妹さんですわよね。お会いできて光栄です。改めて神月家のお茶会にようこそ。本日のお茶菓子はさくらさんにおすすめされたお店ベルフォンヌで取り揃えましたわ。ここのケーキ美味しいんだよね。一度食べてみたいと思ってたんです。嬉しい。最近すごく評判で並んでるお店でしょ。もしかして買い占めちゃった？調べたところ将来性のあるお店でしたので、投資がてら経営権ごと買い取らせていただきました。
商品モニターも兼ねて全品食べ放題ですわ。お店ごと？相変わらず桁が違うよね。食べ放題ですが、その前に風間明さん、一つ手合わせを所望いたしますわ。神月さん、私てっきり今日はお茶を飲んだりお菓子を食べたりおしゃべりするものだと思ってきたんですけど。でもここのお茶会はどうしてかいつもこうなっちゃうんだよね。その人を知るに千の言葉より雄弁な戦いの一瞬がある。あなたもそれをご存知ではなくて、アキラさん。確かにね、私たちもそうして分かり合えたっけ。アキラ、神月さん負けず嫌いだからね。さくらとやり合ったこともあるあなたと自分も戦ってみたいんだよ。わかりました、お相手させていただきます。私を満足させてくださったらスイーツ大盛りに加えてビーチにご招待もお付けしますわ。それじゃあ遠慮なく行きます。次は私とだって。ね。